トパーズ。ザ・トパーズ、ザ・トパーズ、または、単にトパーズは、パナマ船籍の旅客船、就航、1955から2008年。正式名称は、TSS ・ザ・トパーズ、TSS は、タービンスチームシップ、蒸気船の略。1955年に、スコットランドのグラス号で浸水した。当初は、エンプレス・オブ・ブリテン、イコールイギリスの女帝。 エリザベス2世のことという鮮明で、カナディアンパシフィックスチームシップスオーシャンサービス、現在のの大西洋航路に就航していたクルーズ客船である。初就航時、1956年から、すでにクラシカルな印象を与えるデザインであったが、装備においては、横揺れ緩和装置や全室に、エアコン設置など、当時最新鋭の内容である。1994年に、 全面改装された。2003年以降、晩年は、日本の国際交流 NGO 団体ピースボートに、チャーターされ、地球一周の船旅に17回就航する。2008年4月に引退した。3万トンを超える船としては珍しく、50年以上も、就航し続けた、長寿船である。1955年4月。 イギリスグラス号のフェアフィールド造船所において浸水した。1956年に偽装を終え、エンプレスオブブリテン25,516トンと命名され、イギリスのカナディアンパシフィックスチームシップスオーシャンサービス、当時のヨーロッパカナダ東岸、モントリオールの大西洋航路のライナー、定期航路火客船として中航当時は船体後部に貨物層があった。 1965年、カナディアンパシフィックラインが旅客サービスを撤退したことにより、同線はにギリシャのグリークラインに売却され、名称をクイーンアンナマリア2716トンと付加し、ギリシャアメリカ航路に就航した。貨客船から客船へと変更したことを受け、後部の貨物層が客室となり、プロムナードデッキが船尾まで延長されて、ラウンジ、 晩年のブロードウェイ用ラウンジが増設された。1970年代になって、当時新興企業であったアメリカのカーニバルクルーズ社に売却された。1975年、カルニバーレ27,250トンと名称を変更し、純姉妹船として建造された、マルディグラ、救命エンプレスオブカナダ27,250トン、1961年建造。 に続く第2戦としてカリブ海クルーズに就航した。この2隻は後にクイーンエリザベス2やクイーンメリー2で有名なキュナードラインやダイヤモンドプリンセスで有名なプリンセスクルーズ、そしてホーランドアメリカラインを併合して世界最大のクルーズ企業となるカーニバルクルーズの早々期の成長に貢献した。1993年老朽化が進む同線は 大型新船をヤツ早バヤに投入するカーニバルクルーズの船体構成の中からスピンアウトされ、子会社のフィエスタマリーナクルーズへ移籍、フィエスタマリーナと名称変更した。1995年、ギリシャのエピロティキラインへ売却され、オリンピック3万1500トンと名称変更し、再度ギリシャ戦車の下で運用されることとなり、エーゲ海クルーズに就航した。 この戦車の下での銅線は、銅線のシンボルとも言える白い戦隊ではなく、デッキ以下の戦隊を薄紫色に塗装していた。1997年に、エピロティキラインは、同じギリシャのサンラインと合併し、ロイヤルオリンピッククルーズとなる。銅線も新会社へ、スライド移籍したのもつかの間、リストラ対象となってしまい、売却されることとなる。1997年、 同じギリシャ系のトッパーズインターナショナルへ売却。同社は引退するまで、同戦の選手であった。大改装の後、ザ・トッパーズ32,327トンと名称を変更した。同戦をイギリスのトムソン・クルーズがチャーターをして、ヨーロッパのクルーズへ就航した。この時の改造工事により、ブリッジ前方のデッキに、客室、プロムナードデッキの最後尾部分の上階に、 レストラン、晩年のヨットクラブが追加された。以後引退までトッパーズの構造はこの構造を維持される。2002年、チャーター元がトムソン・クルーズからその親会社であるドイツのつい、AG へ変更した。チャーターは2003年まで続いた。2003年、ついグループのチャーターが終了した時点では、就航から48年経過しており、そろそろ引退かと思われていたが、その時、 日本の NGO ピースボートがチャーターすることとなった。ピースボートは船旅、主に地球一周クルーズを通じて国際交流を図る NGO 団体であり、当時使用していて手狭になってきていた、オリビア15,791トン、1976年建造、ウクライナの代替船を探していたところだった。以後、2003年6月14日出港の、 第41回クルーズから始まり、2008年4月28日帰港の第60回クルーズまで17回の地球一周クルーズに、やわたあされ、ピースボートの客船としては最も長い距離を航海した客船となった。2008年4月に蒸気クルーズの帰港とともに、このサイズの船では、異例とも呼べる52年の長きにわたる客船としての、目を終え、引退となった。以後、 ピースボートでは、クリッパーパシフィック22,945トン、1970年、就航、バハマ戦績がその役目を引き継いでいる。楽しくご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。